川先生すいません、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、次社長がこのテーマどうかなみたいな、あ、そうですね、例のやつちょっといきましょう。もう喋りたい病になってます、ね、あ、いいじゃないですか、やりましょうよ、はい、はい、お願いします、はい、どんなテーマで、まあ、はい、はい、その前にあの今日もダイバーシティの、はい、この前 T シャツだったけど、はい、今回パーカーですか。パーカーです、はい、多様性は私たちの強みです、ね、はい、強みですけど、はい、ありがとうございます。でもちょっと次のネタがもうないんですよね夏はタンクトップで考えたタンクトップが打てないなかったんで、これ着ようかなこうやって、はい、T シャツを着るか、うん、これを着るかちょっと、まあ、ジージャン着るみたいな感じの昔の、はいはい、まあちょっと分かりません、スギちゃんみたいになっちゃいますけど、なるほどね、はいはいはい、ちょっと喋りたいことあるんですよ。あ、そうお願いしますよ、うん、あのね、皆さんあの7つの習慣ってこれね、実はね、今日ね、もう先生持ってきて、もう喋るっていうから、もう持ってきてくれな、これご存知ですか、名著ですよね、うん、スティーブン・コビー博士の7つの習慣ね、これ結構有名なもう本なので、うん、もう読んだ方もいらっしゃると思うんですが、今ね結構新しい簡訳で出てるんで、出てますね、これちょっと古いバージョン、あ、そうですそうです、うん、これ古いバージョンで今簡訳でちょっと読みやすくなってるそうです。あと漫画版とかも、ね、あ、漫画版女性のやつね、うん、はい、ありますね、うん、もし知らなかったら一回読んでみてもらったらいいかなと思うんですけど、はい、まあ今 Kindle でも普通の文庫本でも、文庫本とか Kindle の、 あの電子書籍でも、電子書籍でもありますけど、まあ、はい、その中にですね、第二領域の話、はい、時間管理ですね、ありますよね、の話が出てくるんですよ、はい、買ってもらったらそこ読んでもらってもいいと思うんですけど、うん、もうここで喋っちゃいます。どういうことかというと、はい、第1、第2、第3、第4領域があるんですね、うん、マトリックスですね、はい、またマトリックス出しますね、分かりやすくね、うん、まず第1が何かと言いますと、緊急で、うん、なおかつ重要なこと、ね、うん、はい、第1がね、第1がで、第2が緊急ではないんだけども重要なこと、はい、これが第2、はい、第2で、第3がですね、緊急なんだけどあんまり重要じゃないこと、そうです、第3です、はい、で第4が分かりますよね、もう、うん、緊急でもなく重要でもないことが第4です。すごい、もう今僕あの一応本見てながらですけど、はい、バッチリですね社長いやいやいや、これはもうねでですね、うん、まあ例えばですね、第1が何かと言いますとですね、はい、もう今私今日これ先生と来ていただいて撮影してますけど、はいはいはい、これ緊急で重要なことなんですね、確かに確かに、はい、もう時間も決まってるし、ね、スケジュールもね、はい、先生と待ち合わせをして、うん、ここで座って喋、うん、るで、これがコンテンツになって皆さんのところに届けられているということで、はい、これ緊急で重要なことなんですね、はい、で多分皆様治療科の先生方とかは、うんうん、大抵が患者さんを来て治療すること、うん、緊急で重要なことだと思う。そうですね、ご予約が入ってるわけだから、はい、うんうんうん、他にですね、例えば街を歩いててですね、はい、人が引かれました、うん、目の前に倒れてます、うん、はい、救急処置しないといけませんよね、うん、なのでこれも緊急かつ重要なことですよね。そうですね、第一領域です、これは、うんうん、第二領域はちょっと置いといて、はい、次第三領域を話したいんですけど、うんうんうん、これが緊急なんだけどあんま重要じゃないこと、うんうん、これ何かというと、はい、人によってちょっと変わってくるんですけど、そうですね、例えばですね、私がめっちゃ仕事してるとします、はい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 、会社で、うん、そうするとですね、ピンポーンって誰か来ます誰かなと思ったら、うん、知ってる人なんだけど、はい、例えば銀行の担当者さんで、はい、カレンダー持ってきましたよとかありますよね、治療にあの新しい地図できるんですけどみたいな、そう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 で、対応をとにかくしないといけないその場で、電話もそうですよね、うんうん、電話かかってきて、はいはい、家のことでちょっと電話でこれちょっとやってほしいことがあるんですけど、でこれが例えばあんまり自分にとっては重要じゃなくて向こうに重要なんだけど、はい、こっちが重要じゃない、うん、でも出ないといけないっていうことありますよね、はいはい、これが第3、はいなんですよね、はいはいはい、第4、はい、これ私よくやるんですけど、はい、やるんですけど、緊急でもなく重要でもない、つまり暇つぶしのもの、そういうことね、はい、うん、YouTube だらだら見る、そうそうね、こうやってね、よくやるよ、こうやって見ると、と目標も何もない、うん、目的もない、はいはいはい、YouTube の動画を見たりとか、うん、漫画を読みたいなと思って読んで、買って読んで、なんかハマってしまってずっと読んでしまうとか、はい、よくあります、ありますね、はい、ゲームやりだしたら止まんなくなっちゃった、ね、うんうん、これもそうです、とにかく緊急でもなく、今しなくていいでしょう、うんうん、なおかつ全然重要じゃないですか、そうそうそう、3年後、5年後、10年後に与える自分の影響っていうのが全く関係ないもの、これが第4領域です、はいはい、そうですね、ということですね、うんうん、で第2、これがですね、緊急じゃないんだけど、うん、めっちゃ重要なことなんです、はい、このね、第二領域っていうのが実は実はむちゃくちゃ重要だという話を、はい、今日はちょっとしたいなと思ってるんですよ、はい、やりましょうやりましょう、うん、皆さんね、ちょっと
お話でいきたいんですけど、第一領域って皆さんやってますよね、はい、先生もやってますよね、もちろん、もちろん今日朝やってきたと思うんです、はいはい、今日僕なんかもう、あのやってきました、今日次男の弁当を作りました、はい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 、まあ詰めただけなんですけど、いやすごいじゃないですか、はい、まあこれも緊急かつ重要な、そうですよね、まあはい、もう長男が8に出ますから、はい、それまで作らないといけないわけです、そうですよね、はい、でも今日は小松先生が来るから、はい、もうそれも考えないといけないです、そんなことが朝起こってたんですね、はい、起こってましただからこれ緊急かつ重要なやつなんですけども、うん、で皆さんそれやってると思います、はいはいはい、はい、で多分一日の中でそれ結構多いと思うんですよ、うん、でこっからなんですよ、はい、第一やりました、はい、そうするとですね、はい、人間、はい、面白いんですよね、はい、なんかね3もしくは1に行ったとすぐに4に行っちゃう、そう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 、はぁ終わった終わった、そう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  YouTube 見ようみたいな、そう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 、これよくやる、僕将棋好きですから、はい、アベマテレビで将棋見るんですよ、うやってますよ ね, ねやってるんですよ、うんうんうん、ね、はい、藤井君出てんなとか、そうそうそう、やってるわけですよ、うん、であ好きな棋士とか出てるわけですよ、はいはい、そうすると、はい、見ちゃうんですよね、僕ね、うん、これね、はい、どうでもいいわけですよ、はい、そういう人の勝敗、うんうん、僕の年収変わりませんからね賞金もらえませんから、はいはい、でも、うん、見ちゃうんですよ、うん、楽だから、わかります、そうすると1に4飛んじゃうんですよ、うんうんうん、すごいわかりやすいですね、で1から4飛んじゃうと、うん、結局もう4がすごい時間多くなってきちゃうわけですよ、どんどん楽しいし楽だから、そこのループに入っちゃうんですね、ループ入っちゃうんですよ、そうそうそう、でこうなってくると今度、うん、本当はしなければいけなかったのなんか3がたまに来るんですよね、そうですね、緊急のことが、うんうんうん、連絡来るんですよ、あんまめんどくせえなと思いながら、はいはい、重要じゃないけど、うん、めんどくさいこと来るんですよ、うん、そうするとね1、うん、4、4、3たまに1行って4、4、4、4、4、3分かりやすいわっていう感じのやつが来るわけですよ、すげえ分かります、この変なトライアングルがあるわけですよ、すごく、うわ行っちゃうわみたいな、うんうんうん、そうするとですね、うんうん、今度ね4をやりすぎてしまうと、はいはい、1がね、うん、めっちゃ増えてくるんですよ、ギヤーっと、はい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 、緊急かつ重要な案件、もうだって僕なんか、はい、もう昔、はい、今もまあたまにするかもしれない、はい、1、突然統合しますからね、緊急かつ重要なことも、はい、やりたくないって言って、はい、4に飛ぶわけですよなるほどね、そうすると、うん、その1の案件が、はいはいはい、どんどん溜まってきて増えてくるわけですよ、そっかそっか、そうするとこんななっちゃうんですよ、なるなる、もう1やんなきゃってね、そう1やんなきゃ固めてやんないともう間に合わないんですよ、うん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 、うん、でもうその1にとらわれてしまって、はい、重要でやらなければいけないことだったのに、はいはい、超緊急の3になっちゃったりするわけですよ、うん、なるほどなるほど、とにかく1がどんどん増えてくるわけですね、バーッと、はいはいはい、うん、そうするとですね人生の中で全くこの第2が出てこなくなっちゃうんですよね、うん、なるほど、すごい分かりやすいですそれ、うん、はい、第二がもう全くなくなってくると、はい、先生経験ありますよね、うんうん、で私がですね、うん、今までこの人すごいな、例えばビジネスマンであったりとか、はい、ある別の会社に勤めてる方であったりとか、はい、もちろん経営者であったりとか、はい、治療科の先生もそうです、はい、いろんな方会ってきましたけど、はい、ほとんどの方が、うん、この第二の部分がものすごい上手に使われてるっていうか投入してるんですよ、時間、うんうん、分かります分かります、これがね、うん、私の中で、はい、後々で考えたら、はい、間違いなくいろいろやり方ありますよ、はい、やり方ありますけど、うんうん、この第二領域の使い方というかやり方というか、はい、時間をそこにめっちゃ置いてる方、はいはい、じゃあ一例を言うとね、はい、じゃあそういう方どういう方かっていうと、うん、第一領域の緊急かつ重要な仕事も、はい、もうちっちゃくなってるんですよ、そうですよね、分かります分かります、うんうんうん、で第二領域の時間がむちゃくちゃあるんですよ、はい、3と4なんかもうあんまりちょこっとしかないんですよね、うん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 、まあ気晴らしであったり、はいはいはい、リラックスタイムみたいな、うんうんうん、でもねその人にとってはリラックスタイムでさえも第二領域なんですよ、はい、なんでかっていうと、あー、そっか、第一領域をちゃんとするためですよ、第二領域にじゃあ 例を示しましょうか、はい、お願いします、うん、例えば運動、これね緊急じゃないんですよ、はい、例えば僕ジム行きます、はい、僕プール泳ぎます、うん、もう週に今3、4回プール行ってます、うんうん、でねこれね別に1週間行かなくてもいいわけじゃないですか、はい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 、何にも影響ないですよ、うん、ほぼ今はね、うんうんうん、でもなんで私やってるかというと5年後10年後15年後の自分の体っていうのをちゃんと見てるわけじゃないですか、はいはい、つまり重要なことなんですよ、わかりますわかります、はい、人によっては重要じゃないかもしれないけど、緊急ではないけど重要なこと、重要なことなんです、第二領域のね、そうなんですよ、うんうんうん、そうなんです、でもそれちゃんと時間取ってるわけですよ、はい、例えば皆さんが3年後5年後10年後の自分の目標地点目的地点があるとして、うんうん、そこに対してどれだけいくらか時間を投資しましたかっていう話なんですよ、そうですね、それが第二領域なんですよ、そうですね、でも第一に振り回されてるとダメだということなんですね、うんうん、でねちょっとここで先生ね、はいろいろ私もやり方自分のやり方ありますけども、はい、ちょっとねここでね小松先生ですね、お私この7つの習慣、はい、これ何年前ですか、読んだの6、一番最初に7
最初読んだ7年前ぐらいですかね。これ7年前ですよ、はい、で読んだ後に、はい、もう小松先生がドハマりしてですね、何を買ったかというのでこれ、ね、これからこれも持ってきたんですよ。これねフランクリン手帳っていうのがあるんですよ、はい、これ僕知らなかったんですよ。これこの存在実は知らなかったんです。これだから7つの習慣のその時間管理を、うん、はい、ベースにしたあの手帳ですよ、ね、手帳で第二領域を結局、うん、ほら決める時とかって、うん、自分にとって自分の人生にとって、はい、緊急ではないけど重要なことっていう風になってきたって時に、うん、何が大事かっていうと、うん、自分のミッションステートメントってここで書いてあるんですけど、はい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 、結局自分のなんか目標だったりとか長期的なそういうねミッションみたいなところがないと結局そこの領域って分からないじゃないですか。そうですね、まずそれを全部書いて、そう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 、まあ、そうですね、確かにそれを絞り出さないと、そう、それがないとだって何が分類できないじゃないですか。これ先生今めちゃくちゃ大事なこと言ってくれます、はい、その通り、もうこれねちゃんと分かりやすく先生ありがとうございます。いやいや、本当その通りなんですよ、はい、それがないとまず第二領域できないんで、そうそうそう、まあそこ決めてくださいね。そうそうそう、はい、まずミッションを決めて、はい、でそのミッションっていうのはでもそのいろいろあるじゃないですか、家庭においてだったりとか、ね、仕事においてとか、はい、あります、あります、その役割っていう表現もあるったりするんですけど、役割においての自分のミッションみたいなのも全部書き出すんですよ、うん、はい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 、でまあ目標みたいなそこで立てていって、フランクリン手帳を使ってたんですけど、うん、まあだからもう僕は使ってないですけど、はい、社長が第二領域の話をしたいってね、はい、今回の企画でいただいて、はい、それを使ってたなと思って、うんうん、結局じゃあ第二領域を自分の中でしっかりと何なのかっていう認識するのにはすごくこれ 使いました、ね、そうだから、はい、この手帳って何かっていうと、日々の1週間ごとにこうスケジュール書いていくんですけど、うん、全部分類するんですよ、そのスケジュールの中で、はいはい、第1、第2、第3、はい、第4って、はいはいはい、で結局その第2のところが少なかったら、うん、ちょっとそれは微妙だなっていう判断ですよね。はいはいはい、そういうこと、そういうこと、そう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 、だからなるべくその第2が増やすようにスケジュール管理していくっていうので、うん、そうするとこれは今ね1と2と3と4のマトリックスの中でこれだなみたいなのが分かってくるじゃないですか、うんうんうん、はいはいはい、そうですね。それのトレーニングにはものすごくだから最初すごい役立ったんですね。めっちゃ役立ちました、ね、で今使ってないんですよ。使ってない多分これ僕の感覚なんですけど、はいはいはい、多分先生それもうトレーニングできたから、はい、自分でもう感覚的にできるようになってきた感じですよね。そうなんです、おそらく多分そうです。だから最初 2,3 年使ってたんで、はい、まずこれ買うんですよ、 このねハード、こうハードカバーのやつ、はい、するんですよ。 そこそこする、はい、ね、で買って、 でかいバインダーみたいなのがあるんですけど、はいはいはい、毎年その年のやつをここで入れていくわけですよね、はいはいはい、で 2,3 年やって、はい、最終的にはでもあんまりね、はい、ちょっとやってるとちょっと疲れてきたんで、なんかやっていくうちにね、僕の場合はいかにこう生産性を上げるみたいな方向にちょっとなんかバーってこういっちゃってるような感じがあって、うんうん、そうするとちょっと疲れるなと思って、はい、これね落とし穴ですね。そうなんですよ、ツールとかシステム仕組みって、はい、そういうところの落とし穴があるんですよね。そう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 、先生、いやもうでも感覚的にはできるようになったから、はい、もういいかなと思ったね。そう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 、すごくだからやってよかったなと思ったのは、はい、やっぱりその第二領域、はいはい、今やってることはここなんだみたいなとか、うんうんうん、そこの振り分けをできる感覚が養えたのはすごい良かったなと思って、うん、はい、自分が本来見たくないような患者さんを見てて忙しい場合とかも先生によってあると思うんですよ。ああ、喜びますね先生、はい、まあ、自分が出会いたい人とも出会える可能性が高くなる。いや、すごい今いいヒントをいただきましたね。超暇な社長さんほど僕は優秀だと思ってるんですよ、うんうんうん、経営者目線で言うとそうなりますよね、はい、結局だって、うん